皆さんおはようございます。木のチューブですが、以前に作った木製水槽なんですが、今こんな風になっています。実はですね、ちょっとカパッカパッと開けますと中に水槽でございまして、中にヤマメとニジマスが入っておりますですね。これ木製水槽だよと見せかけて、中に90センチのですね、ロータイプの、水槽を買いました。90の25の30ですかね。こちらにジェックスのですね、クーラーを購入いたしまして、それとメガパワーの6090と一緒に繋いでおります。で今17度に設定してまして、結構これは良さそうですね。結構冷えている。あ、水温計がどっか行っちゃった、ということで、ヤマメとニジマスも元気そうにですね、泳いでおります。これ40匹入ってるはずなんですが、少ないんですよね。なんか20匹の間違いで、ここが間違ったのかどうなのかちょっとわからないんですが、20匹はいるかな。あとヤマメとニジマスがどうなんですかね、これ柄的に。多分ヤマメもニジマスもいると思うんですけど、詳しい方がいたらちょっと教えてもらいたいんですが、こんな感じでおります。心なしかもう横から見るからか大きくなってきたような気もしますが、ちょっと、これでやってみたいと思います。で周りは保温でですね、シートをかぶせて木枠で囲んで、シートをかぶせております。ということで、はい、ということでですね、これ夏、真夏の暑さに、耐えられるのか、このクーラーが。でも、これ外なんでね、外気温が上がるんで、クーラーをつけても維持できるかどうか心配なんですが、とりあえず今年の夏はこれで行ってみたいと思います。ということで、水槽スパイ大作戦、妻に気づかれずに、家族に気づかれずに水槽をすげ替えるでございました。どうもありがとうございます。皆さんの健闘を祈ります。なお、このビデオは自動的に消滅します。カパ、ありがとうございました。